おととし花火大会の花火玉が落下して全焼した久留米工業高等専門学校の弓道場が再建されることになり、今日安全祈願祭が行われました。今日は久留米市の原口慎吾市長などが出席し、弓道場の再建工事の安全を祈願しました。久留米高専の弓道場はおととし8月、筑後川花火大会の花火玉が落下して全焼し、練習場所が使えなくなった弓道部員は近くの久留米アリーナで練習を続けてきました。弓道場の建て替え費用や弓矢の購入費などおよそ9000万円は花火大会実行委員会と花火業者が負担します。新しい弓道場は今年8月上旬の完成を予定しています。